着々と進んでいる日本の次期戦闘機開発だけど、IHI 社製 FX91 エンジンの実用化に向けての取り組みも順調みたいだね。日本の技術力には今まで驚かされてきたから、今回も期待大だな。うんうん。今回はそんな FX91 エンジンと次世代戦闘機の共同開発 GCAP グローバルコンバットエアープログラムについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。外交防衛政策の基本方針国家安全保障戦略などの、いわゆる安全保障関連3文書が2022年12月改定され閣議決定されたよ。これによって、日本の防衛をめぐる議論が様々な立場から様々な反応を巻き起こしているみたい。この決定で日本の防衛予算は2023年度からの5年間で現在の 1.5 倍の総額43兆円にもなると判明したんだけど、最終年には NATO 加盟国の目標額と同じく、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているんだ。NATO 加盟国がロシア・ウクライナ戦争の長期化を反映し引き上げる方向が確実となってきたため、加盟国が今後は一定の防衛努力をするために対 GDP 比 2% を基準値にすると予想されることから、それに追随したということだろうな。日本では今後の防衛予算の使途に、防衛力強化としてスタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出しているよ。従来より飛躍的に射程距離の長い兵装の獲得を進めようとしているみたい。このスタンドオフ能力だが、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が第一目的で、日本を守る反撃能力を保有し配備することで、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるというわけだな。つまりミサイルの能力を大きく向上させ、同時に自分が被害を受けるリスクを極力減らし、敵側の目標へ攻撃するという論理に基づいて実現しようということらしい。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、政府からは反撃能力と呼ばれ、政治的な認知を得ようとメディアでも使われているけど、日本の専守防衛の基本理念に反するのではないかという意見もあるんだよね。日本を取り巻く複雑な軍事的現実を考えても、このタイプの議論が政治的に完全に決着することがないのは確実だけど、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する新しい動きも始まったみたい。2022年12月9日、次世代戦闘機開発を日本、イギリス、イタリアの3カ国が、共同で開発するプロジェクト GCAP が正式に発表されスタートしたんだ。この GCAP では日本は現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは領空軍が現在運用している、ユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化を目指しているよ。航空自衛隊の中では現在そういった区分や呼称は廃止されているが、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機と分類していたぜ。主力戦闘機はアメリカからの輸入か、国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたってわけだ。そして支援戦闘機はアメリカとの共同開発が通例で、現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったため、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースとして開発されたものだったよ。F2 戦闘機開発については、日本国内では自国での単独開発を主張する意見があったんだけど、太平洋戦争敗北後、自衛隊の装備する戦闘機はアメリカを含む、連合国の意向で禁止され、軍備につながる産業分野も抑制されていたんだ。そういった事情のため、機関部の製造は不可能で、航空機開発技術も大きく後退したよな。そのため前述の通り、F2 戦闘機は F16 ファイティングファルコンをベースとし、その機関部は現 IHI 社がライセンス生産で行ったってわけだ。航空機開発に関しては日本は全ての技術をアメリカに開示しなければならないという義務があったんだけど、アメリカは主要な制御部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したため、偏無的な契約だったんだよね。さらに、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更はできず、政治的な問題があったとにしろ、不満の多い運用を強いられたぜ。高い予算で購入したのに、客の要求は無視されたわけだ。
F2 戦闘機の開発での苦い経験を念頭に、日本は後継機開発に関しては機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間でそれに向けた取り組みを行ってきたよ。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は2010年から次期戦闘機用機関部を目指した XF91 エンジンの開発を開始、8年後の2018年6月に1機の試作機を完成させ、納入しているんだ。納入された XF91 エンジンは、2020年7月まで各種の性能テストが実施され、結果として、具体的にはアフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮したみたい。この数字は F22 ラプターに搭載されているプラットホイットニー社製の F119 に近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも1800度という優れた数値を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したぜ。今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われる発電能力だけど、XF91 エンジンは 180kW を記録、一定水準をクリアしているね。確かに実際に機体に搭載してのテストではないが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアした XF91 エンジンは、将来の戦闘機に対応しうると大きな期待を集めたな。XF91 エンジンのサイズだが、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルで、現行の F2 の F110 エンジンと同等の大きさとなっているぜ。蒸気のようにカタログ値だけど、XF91 エンジンは一定以上の水準を満たしているとして注目を集めたね。さらに2019年のマストアジア2019では水力変更装置が展示されているよ。このマストアジア2019で展示された水力変更装置は XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等にも採用されている水力方向を変更する装置なんだ。この水力変更用装置の目的は、搭載する戦闘機の機動性を向上させるためで、機関部からの排気角度を調整して、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F-22 ラプターではパドル式の水力変更装置が採用されているよ。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置を搭載していて、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式でマックス20度で水力を変更できるらしい。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるため敵の攻撃を回避できると想定されているが、戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には同時にこうした工夫もあるわけだ。これまで述べてきたように2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF91 エンジン実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきているね。と言っても、今後の GCAP は要求によっては共同開発の変化でどんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況のようだぜ。GCAP では、イギリスのロールスロイス社が機関部開発を担うことになっているな。高級車で有名なロールスロイス社だけど、イギリスやイタリアが採用している。ユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導しているため、全体を統括する BAE システムズ社と共にプロジェクト全体の主導権を握るのではないかと推測されるよ。また、これまでイギリス、イタリア、スウェーデンの3国が推進してきたテンペスト計画においても、ロールスロイス社が機関部の開発を行っているぜ。そんなロールスロイス社だが、テンペスト計画においては機関部の開発で難航していたと伝えられていて、ユーロファイタータイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しているわけだ。ロールスロイス社は昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを、極めて短期間で行えるという自信があるとも聞こえてくるし、GCAP でその成果がわかるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。